工学部機械工学科材料強度学研究室の高月陽一先生と福原龍斗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは高月先生、こちらの研究室について教えていただけますか。こちらでは材料の強さに関して研究しています。材料の変形はその材料に含まれている線状血管の転移というものの運動によって起こります。その転移の運動を妨げることによって材料を強くすることができます。その転移の運動に基づいた結晶の組成に関して調べています。福原さんはなぜこの研究室を選ばれたんでしょうか。もともと高月先生の講義を受けていて、教え方が自分に合っていると感じたことや、研究室見学の際に説明してもらった研究内容に興味を持ったこと、研究へのサポートが充実していること、卒業論文への取り組みが早いこと、あとは友人の後押しといったことが理由です。具体的にはどんな研究内容に興味を持たれたんでしょうか。はい、材料の特性や、どのような条件下で変形するのかを学ぶことができる点です。さて高月先生、今回少し研究内容をお知らせいただけるということなんですが、今日ご紹介いただけるのはどんな研究なんでしょうか。先ほども言いましたように、ここの研究室は材料強度学研究室で、強い材料というテーマで研究しています。で、例えばこれは応力歪み曲線なんですけども、横軸が歪み、縦軸が応力、材料、結晶性の材料はこういうプロセスを経て最後破壊に至ります。で、この、組成変形させる、つまり加工する、応力が増加すると材料は強化します。で、材料をこう組成変形する加工するのは、先ほど申し上げた線状の血管転移が運動することによって起こります。その転移の運動、移動をですね、難しくする、そのことによって材料を強く強化することができます。主に材料を強くする、材料強度学について調べている、そういう研究室になります。そしてこちらが実際に研究を行っているお部屋ということなんですけれども、はい、なんか見たことのない機械がありますね。はい、まず、これはインストロンという装置なんですけれども、クロスヘッドのスピードは、だいたい約20ミクロンとか1分間あたりですね、早くても100ミクロンで下げていきます。で、このクロスヘッドにつけてあるこのロードセル、これで、ここに資料を置いて、その資料に加えている荷重とか、あるいは変形量とかいうのをこのパソコンで調べて測定しています。ここの下に資料を載せます。ここに下に圧電素子が引かれています。その荷重を加えて、そして超音波振動で歪み速度急変試験を行います。その圧電素子から出力されていく信号はこのオシロスコープの2チャンネル、今ちょっと信号は試験はしていないので、下の部分ですね、横の一本の線になってますけれども、で、上の1チャンネルの方はこのジェネレーター、発信機から送られてくる信号です。で、このジェネレーターには2つ2本ありますけれども、1つは今申し上げたオシロスコープで、もう1つはここから出てくる信号が非常に微弱弱いので、手作りの増幅器アンプを通して大きな信号に変えてこのバイブレーターに送って、今申し上げたように20キロヘルツの超音波振動を発しながら歪み速度急変試験を行っています。で、また資料、ここに載せる資料の温度は液体窒素を使って低ければマイナス200度、高くても室温で実験をしているんですけれども、その資料の温度はここにわずかに取り付けている熱伝水で温度を測定しています。今はここにグリーンの数字が見えてますけれども、 23.9 度、この部屋の室温なんですけれども、ここで資料の温度を計測しています。大まかに言って以上がこの実験装置の説明になります。ちなみにこの装置自体はよくあるものなんですか。クロスヘッドのスピードは非常に遅くて、しかもこの超音波振動を加えている、こういう実験方法というのは誰もやられていない、世界で誰もやられていない実験方法で、材料の特性、変形特性というのを細かく調べています。
この研究をしようと思ったら世界中で光月先生の研究室に入るしかないということですね。あ、そういうことになります、ね、なるほど、はい、それはいいですね。学生の皆さん、ありがとうございます。楽しい実験ができそうですね。はい、ありがとうございます。先ほど実際の動きとしてはすごくゆっくりというお話あったんですけれども、はい、どんな動きをするのかって見せていただくことできますか？はい、もちろんできます。手動なんですけれども、はい、本来パソコンで、PC でこの、速度というのは制御するものなんですけれども、まあ、手動でもこのように、圧縮方向あるいは上の引っ張り方向で、このクロスヘッドを、動かすことはできます。この速度を変えたりだとかして条件を変えていくということですね。はいはい、そうです。ちなみにこの研究の魅力ややりがいというのはどういったところでしょうか？はい、超音波振動を付加させながら歪み速度急変という、誰もやっていないオリジナルな実験方法によって、誰も得ることができないデータを持つことができる、そういう魅力が本研究にはあります。でこのことによって、結晶の組成に関する新しいことが分かるのではないかと思っています。この研究室のテーマは組成変形中の転移と不純物との相互作用に関する研究であり、超音波を利用した独自性の高い研究に取り組んでいます。そういった特別な研究に携われることがやりがいです。またデスクワークだけでなく実際の実験に取り組む機会も多く、さまざまな経験を積むことができるため大きく成長することができ、達成感も大きく、その感動を分かち合える仲間を作ることができることが楽しさです。今大きく成長できるというお話ありましたが、こちらの研究室で自分自身ここが成長したなと思う部分あったら教えてください。研究をチームの仲間で分担して取り組むことによって社会に出てからも重要とされる協調性が身についたことが成長したと感じています。作業の割り当てや交代して研究に取り組む仕組みを自分たちで考えて導入することで効率よく研究を進めることができています。また課題にぶつかった際にどのように解決するかをチームで思案することで個々の自己解決能力の向上にもつながったと感じています。では最後に高校生の皆さんに向けてメッセージをいただければと思います。まずは光月先生、よろしくお願いします。研究の世界しか知らない私にとって、若者に伝えられることは、新しいものを見つけるには与えられたものをただこなすっていうだけではなくて、自分で創意工夫することが大切だと感じています。またそのことを楽しみながら、続けてほしいと思います。埼玉工業大学は、施設が非常に充実しています。またスクールバスが運行しているので通学が楽です。他にも就活へのサポートが手厚く、メールで資格習得やアルバイト、企業の説明会といった有用な情報が多く発信されています。埼玉工業大学は社会に出るために必要なことを教えてくれる環境が整っていると思います。光月先生、福原さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。